さあ、毎度おなじみルローのチャンネル、ウルトラヒーローというチャンネルです。ということで、今回紹介するのはですね、SH フィギュアチェリー2、3式特殊戦術機構銃、アスガロンでございます。ウルトラマンブレザーに登場するスカードのですね、ロボット怪獣型の防衛メカとなります。定価は9000円。発売されたのは2023年の12月でした。一般発売の、フィギュアだったんですけれど、まあすごい今更なレビューですね。なんでこれを今更レビューするかと言いますと、まあ理由が2つあって、これ今撮ってるのが2024年の9月なんですけど、まあもうすぐアスガランの拡張セットがプレ版から発送されるんですよね。そっちはね、ちゃんと予約してたっていうのと、もう一つ理由があって、2024年の9月現在、6000円台で買えます。で、さすがにね、定価だとね、ちょっと僕も高い気がしてたんで、ちょっとスルーしてたんですけど、拡張パーツをちゃんと予約してたので、このタイミングだなと思いまして、買ってしまいました。パッケージ開けると、今回アースガロン本体と交換用手首が3種類の計6個、それから交換用の目が4種類計8個、アースファイヤー発射パーツがね、付属しております。まずアースガロン本体なんですけれど、まあ、全体的にまあマットな質感ですね。顔がね、犬のようにちょっと愛嬌あるのがいいですね。で、分かりやすいように、デラックス版のアース、ボタン押しちゃった。アースガロンとね、比較してみましょう。比較して分かったんですけど、やっぱね、デラックスがね、もうほんとこれ値段の割にすごいよくできてるんですよね。まあそれもあって、フィギュアツ買ってなかったっていうのも理由なんですけど、まあサイズもね、ちょっとフィギュアツより大きいし、もう細かい部分はね、もちろんフィギュアツの方が優れてるんですけど、まあ大きい違いで言うと背面ですよね。もう比べるとここはもう全然違いますね。オレンジ色の部分とかのね、塗装はもちろんデラックス版だと省略されてますけど、アーツだと細かく塗られてますし、足裏のシリンダーがデラックス版にはないんですけれど、フィギュアツ版にはこういう感じでね、ちゃんとシリンダー取れちゃったシリンダーがね、あります。でちょっとね、可動とかをもうちょっと細かく見ていきます。まず顔周りなんですけれど、首がね、デラックス版と違って横にもちゃんと動くようになってますね。デラックス版動かないんですよ。それと口の中も動かせて、アースファイヤーですね、こちらの方も作り込まれております。ヘッドパーツも動かせるんですけれど、まあ、注意点はこのアンテナが結構ね、硬質気味なんで、破損には気をつけた方がいいかもしれないですね。デラックスはここ軟質なんですよね。両腕も、気持ちちょっと引き出せるんですね。で、ぐるっと回すこともできるのかな。ぐるっと回せて、肩幅も動かせますね。で、腰もぐるっと後ろに回してあげることができます。音がちょっと怖いな。デラックス版だとね、腰動かないんですよね。だからここは嬉しいね。足回りはね、そんなにすごく動くわけじゃないんだけど、まあロボット怪獣なんで、そんなに気にならないかな。で、ちなみに、足裏の部分なんですけど、これはね、意外なことにね、デラックス版の方がディティール細かいんです。で、あと、膝のアーマーも動かせて、で、足裏のシリンダーギミックですね、デラックスではオミットされていた部分なんですけれど、こんな感じでね、シリンダーギミックがついております。尻尾もまあ上下左右にね、動かしてあげることができます。結構短めの可愛い尻尾だね。で、爪を引っ掛けることでテイルミサイルの発射状態もね、再現させてあげることができます。取れちゃった。爪を引っ掛けてあげることでテイルミサイルの発射状態をね、再現させてあげることも可能ですね。で、背中のね、バックパックなんですけど、結構固めなんですけど、これ外せます。で、この後ね、登場する元2ユニットと合体させてあげることができるんですけど、ちょっと試しにデラックスつけてみるかつけないね。で、交換用手首3種類ですね。ちょっと掴める手と開き手ですね、握り手が付属していますので、これ3種類ね、交換してあげることができます。それとまたちょっと細かいパーツなんですけど、これあれですね、コックピットハッチの交換パーツですね。ハッチが開いた劇中のシーンを再現できます。コックピットハッチを開いてあげて、細かいんですけれど、まあ、こんな感じでね、コックピットハッチが開いた劇中のシーンを再現することができます。それと、アースファイヤーの再現パーツですね。非常に細かいんですけど、この喉のところにね、刺してあげて、アースファイヤーをね、再現させてあげることができますね。交換用の、目のパーツになるんですけど、目玉ぐるぐるとか、ニッコルフェイスとかがね、
再現できるんですけど、これ問題があってすごいパーツがちっちゃいんですよ。で交換がねすんごいめんどくさくて、頭を外して、あ今取れたでしょ、ここにはめ込んでいくような感じになるんですよ。そうだからすげえめんどくさくて、細かいパーツだしあんまり僕は好きじゃないんで、やんなくていいですか、ごめんなさい、これはスルーします。頑張りましょう。まあ、ということでですね、すごい今更のアースガロンのレビューだったんですけど、さすがフィギュアーツっていうことでね、見栄えはやっぱりデラックス版よりも優れてますね。ただね、デラックス版がやっぱボーイズトイとしてすごい出来が良かったんで、細かい造形とかはやっぱ値段相応でフィギュアーツの方がすごいんだけど、破損のリスクとかコスパを考えたら、まあデラックス版も十分遊べる品物だったというか、まあ侮れないなと思いましたね。はい、ということでね、今度強化パーツですね、モト2ユニットがフィギュアーツで出るので、もう今度そちらの方も楽しみにしたいなと思います。ということで23式特殊戦術機構銃アースガロンのねフィギュアーツの簡単なレビューでございました。